まずは体に優しい素材を使ったカフェメニューが人気のお店から、島田市本通り、真っ白な建物が印象的なカフェリラ。木のぬくもりを感じる癒しの空間でゆったりとくつろげます。清水接骨院がプロデュースしています健康をテーマにしたカフェとなっております。低糖質で高タンパク質なものをコンセプトに、ヘルシーなランチやスイーツなどをご提供しております。そんなお店の人気メニューがワンプレートランチ。おから入りのハンバーグをメインに、サラダ、スペイン風オムレツ、スープなどが一緒になったプレートです。ハンバーグにはおからを入れていますので、低糖質で高タンパク質なものになっております。でスペイン風オムレツにもおからパウダーと粉チーズなど入れていまして、タンパク質をちょっとアップしております。ハンバーグはとても柔らかな食感で高齢者にも人気。トマトソースでさっぱりといただけます。スペイン風オムレツも柔らかく、じゃがいものほっくりした食感がいいアクセントに。その他、黒米入りのご飯やキャロットラペなどもついたヘルシーなプレートです。続いては自家製のガレットに野菜をたっぷり入れて巻いたガレットロールランチ。ガレットはそば粉をメインにしまして、こちらにもおからパウダーを入れていて、あと卵や豆乳などを加えてグルテンフリーのガレットになっております。マヨネーズを塗ったガレットにグリーンリーフを敷き、紫キャベツやキャロットラペ、そして低温調理で作った自家製の鶏ハムを乗せます。ピクルス入りのイエローマスタードを加えて巻き上げれば完成。柔らかなガレットにシャキシャキとした野菜としっとりとした鶏ハム、噛むほどに美味しい一品です。体に優しいふわふわしっとりの自慢の一品です。というのが素材の卵にこだわったシフォンケーキ。オーガニック紅茶はセットにすると350円でつけられます。八重洲市にある卵村のり好き養鶏場さんのジオーランを使っております。国産小麦粉、おからパウダー、ベーキングパウダーは使っていませんので、もう卵の力でふっくらさせております。シフォンケーキ作りに欠かせない油はコレステロールゼロのオイルを使用。おからパウダー入りとは思えないしっとりふわふわな食感で、濃厚なきなこクリームとの相性も抜群です。シフォンケーキにはプレーンのほか紅茶と抹茶もあります。こちらは抹茶プリン。体に優しい豆乳に藤枝さんのオーガニック抹茶をたっぷりと使用。濃厚な味わいが感じられる滑らかなプリンです。低糖質で高タンパク質、体に優しい素材を使ったランチやスイーツなどが楽しめるカフェリラです。